はい、こんにちは、116ウィンズです。ちょっと前にですね、ヒューストンアストロズがサイン盗みをしているという、スキャンダルが出て、非常に今問題になっているんですけれども、そのアストロズのサイン盗みのおかげでですね、ちょっと野球が変わりそうだというところで、ちょっと今回動画にしていきたいなと思います。でそもそもアストロズのサイン盗みっていうのは何したのっていうのをちょっと知らない方に簡単にご説明すると、でアストロズですね、本拠地のセンターのバックスクリーンにカメラを設置しまして、でこのカメラを使って相手キャッチャーのサインを盗んでいたんですね。でそのサイン盗んだサインをサインの情報をもとに、ベンチ裏でゴミ箱を何回か叩いて、でそれでこの叩いた回数だったり、叩いたか叩かなかったかに応じて球種をバッターに伝えていたんですね。でそれの証拠となるような映像も結構、次々と出てきて、結構すごい問題になってるんですけれど、現状ですね、メジャーリーグはアストロズに対する調査を進めている段階でして、もしそのサイン盗みをしたというところが認められれば、おそらくかなり重い処分がアストロズに対して下されるだろうというところが、今見込まれているところではあるんですけれど、ただその、アストロズを擁護するわけではないんですけれど、その現状、そのピッチャーとキャッチャーのサイン交換って、キャッチャーが指出して、ピッチャーに次何投げるかを基本的に指示すると思うんですけれど、このシステム自体がやっぱりそのサイン盗みされても、ちょっとしょうがないのかなっていうふうには個人的には思うんですね。で、昔からこういうのはやってる、指を使って、ピッチャーに球種を伝えるっていうのはずっとやってるとは思うんですけれど、それって、ある意味、対戦してる両チームが、そういうサイン盗みはしませんよっていう、ある意味、性善説に立って、やってることだとも思うので、当然、今回のアストロズのように、悪意を持って勝つために、サインを盗むっていうのは、当然、やるチームは当然出てくるわけですよ。で、今回アストロズがたまたまバレましたけど、正直なところ他のチームも何らかやってるとは思いますし、アストロズほどチームぐるみでやってるチームはそこまでないとは思うんですけど、何らかやってるチームは絶対あるとは思うので、やっぱりその現状のサイン交換をなんとかしない限りは、この問題は絶対解決しないとは思うんですね。で、MLB も同じように考えているようでして、MLB は技術でこのサイン交換の問題を解決しようと今しているらしいですね。で今日 Yahoo の方で記事が出たんですけれど、いくつか技術で解決する案っていうのを、現状で検討している案が、記事の中で出てきて、でその中にはピッチャーとキャッチャーにウェアラブルデバイスをつけて、でキャッチャーがデバイスを使ってピッチャーにサインを伝えるっていう、案ですとか、あとはキャッチャーが操作パネルを使ってマウンド上にピッチャーしか見えないようなライトを設置して、で、そのライトどこが光ったかによって、次何投げるっていうのを伝えるような、仕組みとか、いろいろ検討されてはいるみたいなんですけれど、そうやってサイン盗みをできないような環境を MLB は今作ろうとしているみたいですね。で、どの案が採用されるかちょっとまだわからないんですけれど、ただ早ければ今年のスプリングトレーニング、来月から始まりますけど、スプリングトレーニングから、一応こういう技術を試し始めて、で、実際に選手側からフィードバックをもらっていくっていう風な予定みたいですね。で、将来的には、ベンチからコーチがピッチャーに対して次何投げなさいっていう指示を出せるようにもしたいみたいな考えでは MLB はどうもあるみたいなんですね。で、こういった技術っていうのはアストロズのサイン盗み問題以前からおそらく MLB は何らか考えてはいたとは思うんですけれど、ただアストロズのサイン盗みがかなり大問題とかして、で、かなり議論がスピードアップして、本当に次のスプリングトレーニングを導入するぐらい議論がスピードアップしたのかなというふうには個人的には思ってます。で、そのサイン交換の仕組みが変わるっていうのは大きな変化だとは思うんですけれど、もう一点大きな変化としてキャッチャーの役割が大きく変わりそうです。で、キャッチャーってやっぱり守備負担が重いポジションじゃないですか。当然その配球を考えたりですとか、あとは最近だったらフレーミングの技術も当然必要ですし、当然後ろ反らさないようにブロッキングしなきゃいけないですし、あとは盗塁、ランナーのケアもしなくてはいけないという、非常に他のポジションと比べて、守備の負担っていうのは重いポジションですよね。で、さっき言った、ベンチからコーチが投球を指示するように、できるようになれば、キャッチャーは配球をもう今後考える必要は一切なくなるわけですよね。
これは、まあ、キャッチャーの守備負担という意味ではかなり軽減されるんじゃないかなというふうに個人的には思いますし、でさらに最近こうロボット審判がこうトラックマンデータのもとにこうストライクかボールかのこう判定のアシストをしてもらうっていう仕組みの、まあ、試行段階中ではあるんですけど、このロボット審判も導入されれば当然ストライクゾーンが厳格化されて、まあ、自動的にこう、まあ、いわゆるこう 今までのようにこうフレーミングで審判を騙すっていうことができなくはなるので、そうするとこう今度はフレーミングっていう技術もいらなくなるわけじゃないですか、まあ、完全にいらなくなるとは思わないですけど、まあ、今ほどは重要ではなくなるわけじゃないですか。今回のそのサイン交換の新しい技術が導入されるのと、あとロボット審判が、まあ、合わせて導入されれば一気にキャッチャーの守備負担っていうのは、まあ、配球も考えなくていいですし、フレーミングもそこまで気にしなくてよくなるので、守備負担っていうのは大きく減るわけですよね。で、そうなると、キャッチャーに求められる役割が変わってくると思うんですよね。で、今までは、まあ、守備ができれば、最低限キャッチャーとしては、こう、まあ、OK だったわけじゃないですか。まあ、とりあえず守備ができれば、まあ、全然スタメンでも、まあ、打撃がちょっとダメでも、スタメンでも全然使えるし、まあ、打撃には目つぶるかぐらいな感じだったと思うんですけど、まあ、今回その、まあ、配球も必要なくなって、で、フレーミングも必要なくなるっていうことになれば、当然その、減った守備の負担分だけ、当然打撃とかに求められる役割っていうのはかなり大きくなるわけですよね。で、まあ、これからは、まあ、よりこう、攻撃的なキャッチャーというか、本当にもう打てないとキャッチャーとしてはやっていけないぐらいの役割にもしかしたら変わるんじゃないかなというふうに、ちょっと今回サイン交換のその新しい技術ですとか、まあロボット審判の導入なんか聞いてちょっと思ったんですけど、まあまさかこうね、アストロズのサイン盗み問題がまさかここまでこう野球を変えるような議論に変わっていくとは思ってはいなかったんで、まあちょっとここがですね、今後どういう進展を遂げていくのかちょっと注目して見ていきたいところですね。こういった変化っていうのが、まあそのサイン盗みっていう、まあ正直こう悪い問題からをきっかけとして、まあちょっとこう新しい技術の進展が早まったっていうのはちょっとこう残念な感じではあるんですけど、まあただですね、まあサイン交換新しい技術入れば、まあ、当然野球っていうスポーツも変わってきますし、今後これがですね、どういう進展を遂げていくのかっていうのはちょっと注目して見ていきたいなと思っております。はい、この動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。